大相撲特別企画、行司木村陽道さんを追うぞ、始まります。皆さん、こんにちは。明るく元気に前向きにバイオリニストの荒木由恵子です。いつもご視聴いただきありがとうございます。皆様からの動画の高評価ボタン、チャンネル登録が私にとって演奏活動並びに YouTube 活動の糧になります。ぜひ応援の方よろしくお願いいたします。昨日は両国国技館に行ってきました。ちょっと、お休みを、いただいたんですけれども、ちょっと予告なく お休みをしてしまったんですけど、ですので今回は行司さんは2つの取り組みを担当されるんですけど、担当っていうか合わせるっていうのかな、なんですけど、今回はお時間を10分ぐらいかな、約10分ほどいただきまして、木村陽道さんの取り組み両方2つともお届けできるかなと思います。ちょっとやってみます。先ほどニュースが入ってきたんですけど、木村玉次郎さんが、ちょっと腰を痛めてしまったということで休場となったみたいです。なので木村陽道さんの、時間がずれて、この5時半少し前の時間になりましたね。取り組みの掛け声の再現をやる前に、バイオリンの音は今回はなしですけど、口でちょっと解説を入れたいと思います。今から、大関の貴景勝と、今待ったなしって言いましたね、貴景勝と豊昇龍の取り組みになります。ではまず陽道さんの取り組みの掛け声お聞きいただきましょう。はい、貴景勝が勝ちましたね。突き落としかな、いけるかな、はい、あ、でも、貴景勝は私と同じ兵庫県芦屋市の、お生まれということで、ちょっとじゃあやってみましょう。いけるかな、ちょっとじゃあやってみます。2つ目と被るかも。じゃあ待ったなしから、いきます。じゃあ木村陽道さんの、取り組み一つ目の、貴景勝が突き出しかな、突き落としかな、わあ、ちょっと場内アナウンスボロボロになっちゃいましたね。次が正代かな、正代大野翔戦です。思いっきりよく突き落としましたね。はい、はい、なんか勘ですよね、そういうね、最悪の勘っていうのは。相手はここで勝負かけてきてるだろうっていうのを察知して思いっきりよく行くっていう、迷わず行くっていう。あれだ、次はですね、正代と高安かな、ちょっと聞き間違えてたら申し訳ないんですけど、なんか正代と高安って聞こえたような気がしますね。
で、私が時々呼び出しの声もやるんですけど、どうも克幸さんという、方がレパートリーみたいですね。昨日国技館の、呼び出しは克幸というアナウンスを聞いて、あ、克幸さんなんだなっていうのが、分かりました。漢字は、克服の克という字に芥川龍之介ののという字を、なんかひらがなのえみたいな字を書く克幸さんだそうですね。やっぱり正代と高安ですね。ちょっと今日は昨日できなかったので2本やっちゃいます。陽道さんの取り組み、なんかそうですね、なんか考えたのは、本当はね毎日更新できればいいんですけど、もしやむを得ずできなかった場合は、木村陽道さんの取り組み2本まとめてやるっていうのもありですね。正代大関3日間いかがでしょうか。そうですね、大関の正代はですね、昨日国技館に入る直前に、国技館の前を歩いているところを、お見かけしました。正代その今おっしゃった立ち合いからのいい当たりからの出足が求められますかね。そうですね、まあ、あの踏み込んではいるとは思うので、はい、まああのまあ、元々、ね、こうちょっとこう後の体勢は、ね、高い力士なんですけど、そうですね、もう少しあと何だろう、ほんとちょっとでもいいんで、こう膝の角度というか、はい、まあ、当たりに位置ですかね、はい、少しでもこう、取り組みが始まるまで、少々お待ちください。自分の高さにあの相手の体勢を持ってくることができれば、はい、自然と右なり左なりが入って、その後の流れも続いていくと思うので。まあ、そういうとこちょっとこう、いろんな、構えてかな、工夫というか、あれがあればまた変わってくるんじゃないかと思います。ここのさん、同じ大関を経験した力士としていかがでしょうか。いや、先場所のこともあるんでね。そうですね、まだそういう、今正代の元、千代大会っていうのは、ね、で千代大会の九重親方が解説されてますね。先場所も4連敗、千代がつく力士は九重部屋の所属となっているようですね。私も半年ぐらい前に相撲好きの友人に聞いて知ったんですけど、はい、少し安心してるとこもあるじゃないですか。まあ、そんなの知ってるよってなんか思われそうですけど、はい、思ってしまいます。まだまだ場所は始まったばかりといえばそうですからね。きっかけを一つ掴めばなんとかなると。いや、木村玉次郎さん、はい、無事に、しかし今日難敵ですよ、高安ですからね。復活されるといいですね。そうですね、16対9とリードして、しかも4連勝中で、そんな、あ、回して、まあ、でもここを引き締めていかないと、構えてで回してで次が多分待ったなしですね。きついですよ。そうですね。高安の方は今日で横綱と大関との相撲が終わります。昨日は貴景勝を破りました。まあ、五分で終わりたいですよね。そうですね、横綱大関戦を五分で終えれば、これから先、はい、どんどん白星が連なっていってもおかしくありません。さあ、この両者の対戦ですが、このところ高安は正代戦に限りませんが、左の前回し、左から踏み込んで左の前回しを狙う相撲が多くなっています。高安は回しを叩くときシュッシュッシュッって言ってるみたいですね。それがちょっと見てて、高安としてはすごく気合を入れてるんでしょうけど、ちょっと見てるとほっこりしますね。シュッシュッシュッっていうのを聞いてるとね。封じ込めようという前回し狙いの高安。正代初日なんか構えてで回してで待ったなしで、で手をついてで
メインの発揮を残ったのコッターですね。で、勝ちなのにで場内アナウンスですね。さて、どちらが勝つかっていうところですね。そろそろ始まると思います。ですね、どっちが勝つ、正代かな、高安かな。あ、正代かな。相手の圧力に下がりませんでした。正代、正代みたいですね。では2つ目の取り組みやってみましょう。構えて合わして、あ、合わし、回してかな、待ったなし、手をついて、で残った残ったで正代できるかな。あ、最後の場内アナウンス聞き流しちゃった、すいません。じゃあやってみます。今日は体当たりでしかし行った高安でした。構えてと回しては同じなんです。じゃあ行きます。さんの取り組みの声の掛け声の再現をお届けしました。長時間にわたりご視聴いただきありがとうございました。またこの放送、この配信動画をお届けしますので、よろしくお願いいたします。皆様からの動画の高評価ボタン、チャンネル登録が私にとって演奏活動並びに YouTube 活動の糧になります。ぜひ応援の方よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。荒木由衣子でした。それではまたね、バイバーイ。